はい、皆さんこんばんは。外遊びです。香川県にネバリングに来ました。で、ちょっと初めてのポイントでよくわかんないんで、ちょっとガイドをお願いしようかなと思ってるんですけど、あ、ガイド ここにちょっとゲストに来てもらったんで、わざわざ新しい紹介ということで、外遊び、はい、香川メバル編ですよ、今回メバルですね。メバルといえば土井さんやね。まあ、そうなんですか。いやちょっと初めて聞いたんで、ちょっと動揺してるんですけどということで、おのおのタックルが違うんですけど、うん、僕はピアフィッシングの竿で、土井さんはメジャークラフトの竿、はい、でメバル香川でちょっとやってみようよってなって、で3月コロナでね、いろんなことが中止なんで、うん、ちょっと中止でも暇になったし、土井さん来ないですかっていう感じで来てくれました。そうですね。はいはい、で今から、干潮ですね。今ドカンチですね。今ドカンチ、はい、潮止まりなんで、潮止まりで、磯にエントリーして、磯での釣りをちょっとやってみようかなと。そうですね、はい、めったにやらないフロートの釣りですよ。僕らね、うん、両方2人ともジグヘッドの釣りが得意なんで。そうです、そっちの方が多いですね。多い、うん、だからフロートがそんなに得意じゃないけど、まあ釣れるんじゃないのっていう、うん、軽い軽いないからず、うん、まあ、香川あのメバル結構、福山もメバルすごいですもんね。うん、しまなみの方やね。そうですね、うん、だからちょっと香川の洗礼を受けてほしいなと。そうなんですよ、磯で初めてとか言って足元が怖いんでね、うん、どうなんかなと思って。怖いって言えば幽霊ぐらいしかないから大丈夫それもそれだけどここね、3回ぐらい俺ちょっと怖いなっていうのがあったんで。あ、はい、あ、足場は大丈夫なんですか。足場はそんなにハードじゃない。ああ、じゃあ大丈夫ですね、うん。とりあえずメバル、攻略できれば、うん、多分すごいやっぱ瀬戸橋があるだけあって、香川県って潮がすごい複雑なんで、なかなか強いですか、ここ。でもピタッと止まったら全く動かんから、キャストして右から左へ流れ寄るなって感じたら、次のキャストで左から右に行ったりとか、もうそんなんはしょっちゅうあるエリアです、ここは。なので、まあ、真面目な釣りの話をします、今日。いや、どうです。いや、どうだ、そんな感じじゃないよね、まあ、真面目な話をするような感じじゃないよね、もうタバコなんか出しちゃっていや、タバコを今しまおうとしてて、うん、まあまあけど釣れるでしょ、多分。釣りましょう、うん、釣りましょう、うんうん、釣らしてください、今日は、はい、というわけで、はい、まあ潮止まりやけど、今からやってみたいと思います。いきますか。はい、頑張りましょう。はい、はい、お願いします。はい、じゃあちょっと最初並んでやりましょうか。はい、もうちょい向こう行きますか。もうちょい向こう行きます。うん、潮低いうちに、どうせ今潮止まっとんで。はい、監督行きますか。行きます。ふぅ、監督めっちゃ潮止まってる。潮止まってる。全然ダメ。そうやね、時間的に今止まっとる、うん、潮止まりですね。多分今はあんまり食わんと思う。左に流れてますね。え、左に流れてます。はい、食った。食った。食いました。まあまあちゃうかな。まあまあ。うん、まあまあ。あ、でかいでかい。25ぐらいある。25はないか。いや、25ぐらいあるわ。
これで、うん、これで22なんで3、4、4ぐらいか。やりましたよ。いきなり。ああ、でかいでかい。でかい。今日使ってるのがエラディケーターのリアルフィネス7球の方ですね。7球。いやー、やった。いきなりいいサイズが出た。けどやっぱちょっとまだ本番個体じゃないっぽい。あのもうちょっとねコンディションが良くなったらもうちょっとあの太ってくるはずです。このワン名前忘れた。バークレーです。いや今年でも初じゃないですか。来てたけどこうやって撮影するのは初かな。いいサイズね、うん、美味しいサイズ24、うん、5やりました、はい、1匹目手前はもう浅いん。浅い全然けど朝なってから食いました。あ多分再現性がない一本ですよ今の。浮いとったん。え？フロート。あ、もう浮いてます浮いてます。僕沈まんです。あ、沈まんやつ。はい。ああ。じゃあタックルを教えてもらいましょうか、はい、タックルは僕はリアルフィネスの7級の UL ですね。でこれリールがね新しい。この赤と赤がかっこいいでしょ。あのレボの MGX のシータっていう、まだ発売されてないですこれ多分。でラインが 0.6 ポンドファイヤーライン、2リーダーが6ポンド、ちょっと太めのリーダーっていうのはもうこうやって大きいもん投げるんで高切れしないようにやってます。あ、フロートね。フロート、フロートはそれ、枝の長さとかはあるんですか。枝の長さ20センチぐらいでいいと思う。もう適当、うん、本当その辺は適当なんやけど、こんがらがらない程度。僕の場合がこれがね22なんで22ですね今、うんうん、22センチで、そっから下リーダーの長さがだいたい60センチぐらい、60から70ぐらい、うん、ちょっと長めに取ってます。それ場所によって変えるんですか、うん、ウィードの、ね、高さによって変えるんで、うん、ここね今見よったらウィード生えてないんですよあんまり、うん、だからちょっと長めに取ってます。でジグヘッドが0.6g のジグヘッドに、サビキっていう、実はね俺今日ワーム全部忘れてきてあの監督に借りたワーム、残念なことに全部忘れてきました。これでもフロートの釣りで初めてのポイントって難しいですね。よう考えたらね、地形もわからんし、だから手の出しようがなかなか、もう塩で釣る以外もないですね方法は。地形が分かってればね、どんぐらい潜らせたらいいとか分かるんですけど、かなり新鮮な釣りですねこれ。俺ら普段は磯じゃなくて どういうとこ行ってる。もう鳩です。もう鳩ですか。メバルはもう鳩です。全部。へえ。でも島並みもやっぱ磯は行ってますよみんな。あ、そうですか、うん、行ってますやっぱ。僕あの腰がすぐ移動になるんですよ。あ、むしろ磯はねよっぽどじゃないと。もう食った。え、食った。食ったまん。はい、食ったまん。食ったまん食ったまん。手前やっぱ手前。足元。全然フロートじゃダメじゃん。食ったまん。巻きおるんやっぱ。流すんじゃなしにもう。いや、流れとるとこは流してるけど、うん、止まっとるとこは巻いてます。ちょっと可愛いけど20センチぐらいの。ちょっと下降ります。危ない。可愛い。20センチ、うん、いやまだね潮が止まっとるから動かんのんですよ。潮が全然止まってても釣れるんですね。いつきですね、毛の間とかでネット上見てるやつの上をたまたま通ったら当たるけど、うん、もうほんとね
水深1メーターないところで今も釣れたんやけど、だからあのサイズなんですよ。物についてるやつじゃなくて潮についてるやつを釣らないと25は超えていかんっていう釣りなんで、まあ、もうちょっとかな。アクションはつけてるんですか？いや、つけてなくて、潮が流れてるとこと止まってるとこ、流れてるとこって結構交互に今なってる状態で、その流れてるとこから止まってるとことかはもうに入るとこ時っていうのは、ルアーが重く感じたりとかしたらもう超デッドスローにしつつ、抜けるときスッと抜けるときがあるんですね。そこではちょっと止めたりとか、一瞬本当1秒とか止めたりとかして、メリハリをつけてここにいますよっていうのを見せつけてやってるっていう釣りをしてるけど、まだね、あと今がね1時半でしょ、もう動き出すんで、もうそろそろ始まるんじゃないかなっていう感じですね。メジャークラフトのトリプルクロスの862のミディアムのチュブラですね。うん、まあ基本的にあれ、このフロートとか、あとキャロとか、ああいう感じに使うロードですかね。で、これワームは僕はいつも使ってるシラスヘッドファインにグラスミノ SS エコギアノンで、システムがこれアルカジックジャパンのフロート、今はあの D タイプのやつ、ちょっと潜るやつの 10g。 なるほど、スナップじゃない、よりもどき、そうですね。うん、でラインはね、サンラインのあれ、これスモールゲーム P の 0.65、はい、ちょっと太めにしてて、リーダーは僕2号巻いてる。2号、2号、おー強気の2号ね、かなり、はい、だから釣れないのかな2号、2号で、はい、フロートのとこだけはじゃあちょっと太めにしてる。フロートのところが2号、フロートのところもうずっと2号、あ、2号、ずっと2号で、ここも2号、8ポンドですね。なるほど、はい、全部8、あ、8ポンドか、8ポンドです、はい、それでやってます。なるほど。で、あんまりちょっと食わんようだったら6ぐらい乗せそうかな。うん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 、まあでも多分食うと思う、ね、変わんないでしょ、てな感じです。はい、タックル、はい、了解です。どうですか、フロートの釣りはよくやる釣りですか？いや、もう今のシーズンだけ。あ、で、僕磯でメバルってのしないんですよ。ほう、実は。ほう、だからよくわかんないですから、ちょっと手探りですね。うん、ほんまに手探り、うん、磯でほとんどしないよね、そうですね、メバルは。磯歩きどうですか？大変ですいや、ほんとしんどい、喉が痛くなってきて今の時期喉が痛いですから、ちょっと良くないじゃないですか確かに、うん、多分それじゃないと思いますけど、ちょっと喉が痛いぐらいです、もうぜいぜい言って、はい、頑張ります、はい、はい。来ましたよ。釣れた？うん。で、サイズは？分からん。あ、A サイズ、A サイズ。A サイズやね。え？でかい。お。うい。お。なんも、おーとか聞こえませんでしたよ。いや、あ、おおって言いましたよ言いました、うん、おって。どんなとこで来たの？もう投げて、もう潮もあんまり変わらんし、なんかどこに何があるのかもわからんけ、もうほんまにもうたまたま、うん、だからいいとこの上をゆっくり通したんでしょうね。あ、そこで多分出てきてくれたような感じですよ。なるほど。もう初めての当たりぐらいですから。あ、うん、潮の流れとかがまだないけ、うん、どうやって釣ろうかなと思って、まあもう扇状に探りよったらコンってきたような感じです。よいしょ、
うまそうだな。美味しそうですね。美味しそうです。はい。なんかあれ、なんかもしかして、もしかして、これやっぱそうじゃん。ダウンじゃん。来た。でかい？いや、まあさっきぐらい。バラしたやつよりかは全然小さい。じゃん。よいしょ。おお。いいっすね。いいでしょ。うん。元気そうだ、健康そうな。そうですね。美味しそうですよ。うん。それが26。6かそんぐらいでしょ。7か6か。うん。がっぷり色変えたら一発やった。だから色が、水が濁ってるって言ってたんで、今元気マンがクリア系からオレンジに変えたんですよ。あ、そしたらね、なんか元気マンのおかげだっていうのもちょっと灼熱あるんですけど教えてもらったら。なるほど。はい、釣れました。はい、はい、あです、恐縮です。当たりはどんなところで取れました？もうね、投げて、僕巻かずにあのダウンに入れたんですよ、うん、でダウンでふわふわさせてる時にコンってきた。へえ。糸を張るようにメンディングだけしながら、うん、はい、それで食いました。なるほど。もう巻かずに。じゃあもう、そこそこ遠投して落ちたところで。そう、落ちてから左にダウンにずっと流していって、ぴょんぱんに糸を張ってる状態で当たりを待つっていう感じですよね、沖で、うん、っていう感じです。はい、はい、食いましたけど、ちっちゃい、めっちゃちっちゃい。え、何これ、え、何これなんでこんなんが食うかなすごいよ、こんなんが食ってきたけんね。一瞬ゴミかと思ったやった。でもけどね、やっぱ水の色が白いから、メバルが真っ白。ああ、うん、いやー、ちょっと嬉しいな、心にちょっと。ほら、いや、あんなサイズ釣ったことないんだけど。食べおるで、元気マン。どこにおるかが全然見えん。さっきよりか大きい。あー、けどちっちゃいな。ミニマムが、えい。こんなサイズしか釣れへん。こんなサイズ、かわいい。お、いいじゃん。入れ食いっすよ。マジで見てん、このサイズ。それが浮いとるもん。うん、あれ今入れ食い中。あれや、来たよ。食った。小さいよ。でもやりました、ロイプロ。サイズは小さい。あ、けどまあここにしては
キーパーぐらいですね。20センチぐらい、うん、元気前より大きいです。ラッキーラッキー。はい、お疲れでした、はい、お疲れ様でした。 2,3 時間やりましたけど。そうですね、激渋というか、もうあのね、映像には映ってないかもしれんけど、うん、どちゃ濁りすぎ。あ、うん、昨日おとといの爆風が効いてるんかな、これ、うん、とそれが原因なんかどうかは分からんけど、激渋やけど、まあ、この状況であのサイズポコポコっと撮っとるから、まあいいんじゃないですか。合格ですか。うん、合格にしてくださいよ。リベンジかな。いや、今日実はまあ2人でやったらぶっちゃけ30分から1時間で終わるかなと思ったんですよ。うん、全然ですよ、全然。でもね、一匹ね、僕いいのがのいたんですよ。のいた、一匹いいのがのいたんですよ。のいた、うん、もうこれ広島のいたって広めとってくる。わかりました。のいたんがね、あれ取っときゃね、だいぶ違ったかなと思うんですけどね、うんうん、今日結局何本、さあ数えたら何本だったかな。これはミニマム合わせたら6。これとこれかな。でも俺キープが6ぐらいいますよ。そう、本当。そんなんキープした。うん。ビジュアップをね。うん。口笛吹きながら。逃がしたん合わせたらもうちょっといます多分ね、うん。なるほど。厳しかった。厳しかったね。なんか、うん、もう余裕かと思ってたもん。俺も余裕かと思ってたら、うん、ね、はい。まあメバルはこれからねシーズン入っていきますから。うん、そうですね。今からですね。はい。はい。はい、頑張どんどん行きましょう今年も。そうですね。はい。なんで土井さんまた来てください。あ、いいとも。はい、お疲れ様でした。